敵の高台で親分と戦えるように、今日はしっかりレベル上げないと。まずはレベル上げるのに効率のいい場所を探さないと。とりあえずいろいろ回ってみよう。まずは蹄鉄ヶ原を回ってるうちに EV 発見。この前のリベンジだ。あれ、眠った？ラッキーじゃん、幸先いいぞ。頼むから捕まってよ。もクリアできたけど、やっぱりこっちはレベル上げには足りないかな。ソノウの開墾地に向かってみようかな。アゲハント捕獲でレベル上げだ。ってことで西側に行ってみたけど、川岸の向こうには行ってないんだよね。この際行ってみよう。カビゴンだー。しかも親分だー。ほんとどこにでも親分いるな。新しく手に入れたヘビーボールだったら捕まえられるかな。なぜかむちゃくちゃ怖いんだけど。一旦下がって、ボールを持ってっと。行くぞー。バレてるー。とりあえず逃げよう。近くまで気づかれずに行かないと無理だ。どうしても水の中歩くとバレちゃうか。もう諦めよう。この先はもっと強くなってからだ。やっぱりアゲハント捕獲が一番かな。夜になっちゃったよ。夜だとアゲハントじゃなくてドッケイルだな。あんまり好きじゃないんだけど。いるな、ドッケイル。なんとか振り切った。あれ、ケムッソいる。さっきまでいなかったと思うけど、とりあえず捕獲。あ、非中心化できる。一応タスク確認しとかないと、機中なかなか出てこないからね。どこが機中？全部捕獲関連だ。ってことで進化させるぞ。久しぶりに進化させるな。目が怖いよ。初ピカチュウだ。さあ、ドッケイル捕獲に戻ろう。
の毒ケール眠ってるぞ。起きないでよもらえた。ムックルも進化できるようになったな。ってことで進化だ。ムックル、もう一匹も寝てる。どんどんレベルが上がるな。ここならそこまで難しくないから、ちょくちょく捕獲にしてレベル上げしよう。素材もいっぱいあるし。
風前絶倒。でかいベルダー、どんどん捕まえてこう。そういえば川の向こうにもブイゼルいたけど、あっちは親分いるからダメか。いつか親分捕まえたいな。これ川渡れるのかな。お、渡れそうじゃん。いやなんでなんで溺れたことになんのさ。何か大人の事情が絡んでる気がする。これ以上首突っ込まないでおこう。ついでに回復してからでかいベル捕獲だ。もう川には飛び込まないぞ。ブイゼルはセーン。2匹同時に捕獲してやる。手前のやつちっちゃいな。もしかして奥はでかいベル？捕まっとけよ。ラッキー、2匹とも攻撃してこなかった。そんなに仲間になりたいんなら素直に捕まってよ。よし、でかいゼル狩りゲット。ビゼルもゲット。さあ、あいつは本当にでかいゼルかな。やったー、タスククリアー。これでちょっとだけ成長したかな。するわけないか。回避の練習しないと。